1975年にアメリカ合衆国建国200周年を記念して運行されたアメリカンフリーダムトレインを牽引した4449号蒸気機関車アメリカンフリーダムトレインとは1940年代後半に編成されアメリカ各地を回った特別列車である。またアメリカ合衆国建国200周年を記念した別の車両もある。 両方とも特別の赤、白、青の帯が塗装され、48周で歴史的な場面を展示した。それぞれの列車は異なる道筋で48周を回ったが、停車したのは同じ場所である。1947年から1949年にフリーダムトレインはアメリカ合衆国司法長官のトムシー・クラークの提案で自由を求めて戦った歴史を振り返る展示を、 するために提案された。この提案は大統領のトルーマンに聞き入れられた。列車は合衆国憲法と独立宣言とアメリカ合衆国憲法修正条項の原本を運び48周300以上の街を回った。アラスカとハワイは当時まだ連邦に加入していなかったので回らなかった。フリーダムトレインの公式ソングがアービング・バーリンによって書かれ、 ビング・クロスビーとアンドリューズ・シスターズが歌った。2番目のフリーダム・トレインは1975年から1976年にかけてアメリカ合衆国建国200周年を記念して運行された。この時には新たにレストアされた3両の蒸気機関車が26両に及ぶ列車の牽引機として充当された。最初に牽引したのはかつて レディング鉄道で運行されていた2101号である。2番目に牽引したのは、かつてサザンパシフィック鉄道で運行されていた4449号蒸気機関車である。3番目はテキサスパシフィック鉄道で運行されていた610号であった。26両編成のうち10両が展示車両で回る順番は違ったが前回と同じ場所を訪れた。展示物には、 月の石等があった。1975年4月1日から1976年12月31日までの21ヶ月で48週から700万人以上が訪れた。ありがとうございます。